昼ごはんは大崎の荒井さんのお店で食べてます。今日は海産物とそしてお肉、ね、肉がすごいですね。みんな楽しく美味しく食べてますよ。韓国ではですね、お肉焼いてて煙はですね、かっこいい人に吹いてくるそうです。わかりますか、私に来てるっていうね、話ね、めっちゃ来てます。違いない。そうそうそう、コトちゃんここに来たらかっこよくなるよ風向きが変わった風向きが変わった